服部直明な9月から1949年10月17日は、日本の内務、警察官僚。幹線高知県知事、陸軍事政長官、中国地方副総監。熊本県かも郡大道村藤井出身。熊本県立かもと中学校、第五高等学校を卒業。1922年11月、高等試験行政科試験に合格。 1923年、東京帝国大学法学部を卒業。内務省に入省し、千葉県属となる。以後、大分県警察部勤務、山梨県警察部勤務、大阪府警察部勤務、京都府事務官、鹿児島県書記官、警察部長、警視庁保安部長、同刑事部長、福岡県総務部長、大阪府総務部長などを歴任。 1941年1月、高知県知事に就任。戦時体制の整備などに尽力。1942年7月7日、陸軍事政長官に発令され、同年8月1日、第25軍軍政官部府、タパヌリ州長官に就任し、同年12月まで在任。1943年4月、マライ軍政官部内政部長に就任。 1944年4月、西海岸州長官に転任。1945年4月、陸軍省軍務局付となり帰国。同年6月、中国地方副総監に発令され、同年8月、原爆投下により左手首に火けを負いながらも、救援活動に尽力。妻マサは爆死している。同年10月、副総監を辞任。その後、 故郷に短期間大罪後、上京し再婚したが、司政長官時の先般容疑により拘留され、裁判を受けた。諸因は、反日活動家を多く検挙、留置して虐待した部下の行為を容認したというもので、ある。刑期10年の判決を受けて服役中のところ、1949年10月に、スマトラ島メダンのライン収容所で病死した、旧分離大本館。 現広島大学旧理学部1号館。原爆投下時に広島分理科大学本館内にあった総監府庁舎内の副総監室で被爆した。とっさに机から身をよじったことで一命を取り留めた。服部は総監府庁舎から脱出し、二大山の防空壕に移動した第二総軍司令部に至り、大塚伊勢総監の死去と総監府をはじめ、 市内行政機関の機能喪失を告げ、総軍に事態の収拾を委任した。当日の午後5時頃に戦災時の緊急避難先に指定されていた市内七三家のタモニーに到着し、仮相官府を設置。その後、高野原氏に広島県知事、石原虎子を警察部長と協議を行い、高野知事に戦災処理を一任した。ありがとうございます。